山田です。はい、本日はですねメガヘラクロス、はい、こちらがですねレイドバトルとして登場しております。本日の午前10時、まあ正確には11時ぐらいからか、はい、こちら挑戦できるようになりまして、さらにですね、今日の14時から17時の間はメガヘラクロスのレイドアワーと、はい、いうことで、無料のレイドパスですよねがいつも以上に、配布されることで、まあ、メガヘラクロスやりやすいよと、はい、いうふうになっております。有料チケットをね700のやつを買うとですね、さらにですねこちらの、無料チケットがね、多く配布され、でさらにボーナスですね、はい、雨のボーナスだとか、こういったものがもらえるよということで、私、こちらねチケット買いまして、はい、今から全力でやっていこうかなといった感じでございます。ということでですね、本日もですね上野ですね、はい、上野駅の方にやってまいりました。ということでメガヘラクロス出ておりますね。ちょっとこれじゃなくてさ、やっぱさ最初はさメガヘラクロスの CP がタタタタタタタ上がっていくところをさ映したいんだけど無理でしたね。残念です。じゃあ普通にやっていきましょうか。はい、ということで上野駅はね、これね駅のねこれ何口っつったっけな、ちょっと名前忘れたんですけれども、今僕がいるあたりですよねがめちゃくちゃ触りやすいんですよ。はい、っていうのがあるので、もう今こっちの方に来まして、まずは3点バンバンバンとやっていこうかなといった感じですね。で、レイドデイですね今回でございます。レイドデイというのはですね3時間限定ではありますが、そのポケモンですね、対象ポケモンが何ずっと湧き続けて、かつですね1時間ごとに毎回ですね同じジムにですね出続けるという、そういった仕様となっております。なのでですね今回はですねちょっとしっかりとですね、ここジム密集エリアでもある、上野、はい、エリア、まあ、途中で秋葉に行ってもいいかなと、成立ちょっと微妙だったら行ってもいいかなと思っているんですが、まあ、この辺を集中的にですねちょっと攻めようかなといった感じでございます。ということでメガヘラクロスですね、虫格闘タイプなのでね飛行タイプが20弱点でございますのでね、こちらでねバトルしている方が多いかなと、はい、各有僕も飛行ですね。はい、このレッグウザねガリオ転生覚えてるんですけどね、メガレベルがマックスじゃないんですよ。だからねちょっと雨のブーストがねこの子だとね最大限かからないので、ちょっと他の子今ねメガ進化裏でしてあります。はい、ということでね喋っていたらもうバトルが終わりと、はい、多分ねこれ討伐めっちゃ簡単なんですよ。人数いなくても一人でもクリアできると思うんで、まあ一人討伐の瞬間も今日ね出てくるんじゃないかなというふうに思います。ボールが6の2ダメージ量の2の分ですね。であとスピードも速いのでエナジーが250と、確か250あれば1回進化できたんじゃないかな、メガ進化できたんじゃないかな。はい、で今回なんですけれども色違い確率ね上がっております。はい、できることならば早めに色違いを出したい、そして高校大地欲しいね。よし、じゃあ行ってみよう。よいしょ。なん、通常ヘラクロスですね。でヘラクロスなんですけれども、この巣の部分ですよね。で、オスメス判別が可能です。このね、形はオスですね。で、メスはね、ハート型。わかりやすくハート型になるんですよね。っていうのね、ぜひ皆様ね、覚えていってください。つうことで、できればね、色違いがヘラクロスってさ、ピンク色じゃん？うん、強くてピンクのメス、うん、ちょっと欲しいよね。うん、ちょっと今回ね、僕の狙いたいのはまそこかな。で、正直ヘラクロス自体はね、今までも何度か捕まえたことがあるんですよ。厳選というか、まあ、海外で捕まえたりとか、あと、日本国内でもね、ヘラクロスゲットできるイベント、過去にはありましたから、そういった時に一応捕まえてはおります。でも、高個体値っていうのはね、正直あんまり厳選できてない、てかそういうプレイヤーさん多いと思うのでね、僕も今日はね、レイドということで頑張って高個体値を集めたいですね。はい、ということでヘラクロスゲットだぜ。ありがとうございます。よいしょ。ほいほい。よいしょと。あ、まあまあ強いけどね。はい、メガ進化やっぱり200ですいますね。オッケー。もうね、現地参加だからリモートレイドパスのね上限、使用上限も今回引き上がってはいるんですけれども、無料パスがある以上はですね、やはりそれをですねしっかり使っていかないともったいないと、はい、いう感じですね。オレンジのパス、まずはこれを限界まで使っていっちゃいましょう。さあ、2匹目もサクッと撃破。メガヘラクロスさ、このちょっとさマッチョな感じになっていうのがやっぱかっこいいよね。普通のヘラクロスってあんまり僕の中ではですね、まあフォルム的にそそるとかあんまりないんですけど、よいしょと。通常じゃなくて、はい、メガの方はやっぱり僕はちょっと見た目的には好きかな。あとは虫タイプのねメガ枠がね、みんなそんなに集まってないんじゃないかな。まあハッサムとかスピアーとかをね育成してる人もいるとは思うんですけれどもね、やっぱりこう実戦投入、今回の、ね、ヘラクロスはねもう全然してもいいぐらいの強さは誇っておりますので、できればこいつをですね 2,3 体ちょっと僕はねメガレベルマックスにしてもいいんじゃないかなとは思ってます。はい、オッケー。この CP だと1740だとこんな感じか。なるほどね。まあちょっと頑張って100目指そう。さあ、場所も変えずに3戦目、
もうこれ以降はね、ちょっとさすがに歩かないとね、いけませんのでね。いや、でもここの3点はね、今のこの最初の1時間で、まあ今やりましたけども、この後の15時と16時、それぞれになったらまた復活するわけですから、まあこの上野駅を起点として、ちょっと今日はね、3時間、ちょっと全力やっていこうかなと。で、なんなら、それ終わった後もね、別にやれますんで、ヘラクロス出てくるからね。だから、まあちょっとね、無料パス、あとはその現地レイドでね。で、まあ色違い、高校対地、両方とも、まあできれば今日中に終わらしたいね。よし、さ。光りませんね。あ、角、メスですね。このハートマーク、やっぱり可愛い。はい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 、4000名。さあ、CP はね、またね、ゲットチャレンジの時に確認するとして、色違いかどうか見ていこう。3、2、1、よいしょ。光る。さあ、またね、3つちょっと固まってるエリアがですね、今、来た上の公園の方ですね。はい、こちらの方にございますので、ここでもちょっと倒していきましょうか。で、あれなんだよな。ちょっと人が落ち着いているところでもね、プレイしていきたくて、そうだよね。今の僕のね、このレックザイベルタルヘラ、ファイヤーっていうパーティーで、まあ、果たして一人で行けんのかっていうのも知りたいしね。あとはね、このね、密集地域、いや、すごい効率いいんですよ。僕の撮影の効率だけはいいんですけど、フレンド招待できないんですよ。すごい、やっぱ駅のすぐ近くだし、プレイヤーの数も多くて、すぐにね、人が集まっちゃうから、フレンドを招待して入れるってことができないので、まあね、ちょっとそういった招待をもう何かちょっとしたいからさ、まあそういったところもあるから、程よーく。でも、まずはだから色違いを一旦出しときたいよね。さあ、君は一体どうなんだい？見てみましょう。通常から。1754は、今日の中では一応一番強いかな。1750がここまでの一応ね、一番強い個体でしたよと。おっし、OK。入りました。はい、じゃあ君の個体値教えてちょう。よいしょ。はいはい、よいしょ。おー、悪くない悪くない。こうなってくると、1754よりもう一息強い子。まあ欲しいよね、欲しいよね。よし。じゃあここ2連戦いけ。ちょっと待って。お前だ。ごめんなさいね。ちょっと今回の虫いべでね、ちょっとまだ、土人ちゃんまだ捕まえられてなかったんで、これは最優先。ごめんね。コレクションチャレンジあるからさ。はい。これ捕まえたら残りの2連戦もサクサクっと結果見ていこうか。サクサクっと撃破。はい。どうだ。光りませんね。はい、どこでしょう。光らず。色違い確率上がってるはずなんだけどね。どこでしょう。いや、出ませんな。うい。今ね、結構やったよね。もう5000は余裕で超えてるかなって感じ。で、雨がね、まあ、ぼちぼち溜まってきてはいるので、まあ、それはありがたいって感じ。あとは、育成する高校太一を引きたいね。つうことで、高校太一、色違いが欲しいです。なんかね、この44くらいのラインが非常に多いですね。これくらいだとちょっと、今持ってるこの中では、まあトップには食い込んできていないので。で、アメちゃんが多かったら嬉しいか。あ、オッケーオッケー、エクセルがあるならそれで許しましょう。あ、大きくないんだよね。そう、今回お披露目もね、やってるので、できればね、XXL とかも拾いたさはありますよね。まあでもちょっと今ね、そんなに大きい子はいないので、はい。これ以降に期待。今数えたらさ、3535、もう10匹取ってんだよ。10匹取ってまだ色違いねえんだ。どうやら今日は引き割るの日みたいですね。さあ、15時となりました。ということで、2回戦目でございます。先ほどとね、同じジムを回ってももちろんいいのですが、今ちょっと御徒町の方に来ましたのでね、こっちの御徒町もですね、こんな感じすごいよね。5点あるんですよ。ここをまずは攻めていっちゃいましょうよと。はい。で、ここまでもね、無料パスバンバン投げてますが、このおそらく2回戦目で切れちゃうんじゃないかな。つうか、色違いがまだ出てないのはありえない。絶対に出します。私、今日、高校対地色違い出すって心に決めてたからね。今んところ雲行き怪しもっと頑張っていこう。はい、
ということで、ヘラクロスの討伐だけはね、もうさすがに駅前なんで、この5戦シャ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 っと終わると思いますので、全部結果だけ移していこうかなというふうに思います。まずは1匹目の君はどうなんだい、どうなんだい、高校対1の時どうなんだい、パワーがある子が見たいですね、パワーが見たい。さあどうだ、うん、見ていこう。なんだよ、 CP も色もダメかい。次、15匹ヤリーの色地ゼロの、よいしょ、うーん、めっちゃ引き弱、はあ、これ17戦目だって。いや、効率がいいことならね、うん、ありがたいです。だって今まだこのレイドで折り返しないわけですから、このペースでいったら30匹余裕なわけですよね、うん、この駅周辺、あとはまあなんかリモートレイドパスとか使ったらきっともっと素早くやれると思います、うん、でもちょっと思った、うん、もうすぐ20ですよ、20戦近くまで色違いが出ないということは、これはおそらく僕のアカウントが、うん、バグってる、うん、バグじゃないのだとしたならば、ナイアンティックが、僕のアカウントを狙い撃ちして色違いが出ないような工作をしている、うん、これはね、もうね、今ね、僕の中ではね、疑惑からね、ほぼほぼ確証に変わっておりますよ。おそらくこれも色違いがね、ほら出ないんです。うーん、5対1も1727、うん、これじゃあ使えませんね。おい、ナイアンティックどうする、喧嘩か、こっから先はもう喧嘩だぞ、おい、あと3回待ってやろう、うん、あと3回のうちに出さなかったらもう分かってんの、分かってんの、そろそろどうだ、ダーン、よいしょ、おいマジかい、どうだ、おーい、やってくれんじゃん。20匹捕まえて色違いはゼロ、残念ですが喧嘩決定です。はい、ナイアンティックとの結果が、ただいま決定いたしました。うん、いいよ、そっちがその気ならいいよ、うん、やってやりますよ。え、いいよいいよ、だってそっちからね打ってきた喧嘩ですから私は買うだけです、はい、とはいえ、まあ、まだ時間があるんで一応ヘラクロス終わらしてから喧嘩にしよう、まあ、17時に戦いのゴング鳴らしてやります。ほら、です、よいしょ、さあ、あと15分でレイドデイが終了でございます。果たして私はここまでの間、まあちょっとね、撮ってない時間結構長かったので、色違いが出ているのか100が出ているのか、うん、この後ね、まあここにいる3体とか、あとあそこにも出ているので、まあ、残りの時間ちょっとね、許す限り一応やっていきます。17時になった段階で結果発表最後していこうと思います。乞うご期待。はい、ということで17時過ぎました、レイドデイお疲れ様でございました。この動画を見た方もですね、プレイ結構したのではないかなと、はい、ただまあヘラクロスに関してはこのレイドデイ終わった後もですね、数日にわたって出現いたしますので、まあ焦る必要は実はないんじゃないんですけども、ただまあ色違い確率がね、うん、上がってるのはこのレイドデイでございましたから、まあちょっとこの後出すとしんどいよなって感じではありますよね。ちなみになんですけど、今回この3時間で僕がゲットした数は43匹でございました。はい。で、ラストスパート映していないんですけども、ラストちょっとですね、面白いことになりました。こちらよかったらご覧ください。どうぞ。現在時刻16時54分。バカみたいに苦労しましたが、やーっと出ました。色違いです。もう、嘘みたいに時間かかった。
つうか色違いアップの時間もうすぐ終わるよってタイミングで出たよ。びっくりした。あ、てか普通のパイルでよかったわ。はい、ということでやっと出ましたよと。はい、色違いのヘラクロちゃんゲットだぜ。しかも言ってたメス。ただ個体値は残念ながら良くないね。あー、やっと間に合った。つうか見て、エナジー9999、上限になりました。3時間で上限来ました。もう色違い出たし、厳選はいいかな。エナジー無駄になるしな。まあそれはおいおい考えます。まさかのラスト2連チャンでございました。やっぱね、人間ね、根性も大事ね。はい、ということで、なんとかですね、私、色違いのヘラクロス2匹ゲットすることができました。しかも43分の42と43、おかしいだろと。さすがにちょっと自分でもね、引きのなさにびっくりしております。いや違うか、ナイアンティークの設定のミスだ。ナイアンティークお目が悪いだ。いやちょっとね、本当だったらね、まあ喧嘩もしくは決闘でございましたが、まあ一応ね、かわいいかわいいヘラクロスの色違い、しかもね、まさかのオスメスセットで出ましたので、まあ今日のところは一旦まあ停戦、ということにしてやってもいいかなと、はい、いうことで、まあ一応殴り込みだけはね、今日はね、はい、やめておこうかなというふうに思います。はい、皆様は色違いの確率どうでしたでしょうか。レイドデイ3時間の中で、何戦ヘラクロスやって色違い何匹だったのか、よかったら教えてください。まあ僕みたいにね、無料分じゃ全然出なかったよっていうトレーナーさんも結構いると思いますんでね。まあでも確率ってのはね、偏るからね。めっちゃ出た人と俺みたいな全然出なかった人、いろいろいると思います。まあコメントね、みんなでね、あ、だいたいこれくらいだったんだろうなっていうのね、ちょっと確認しましょう。はい、ということで今回はこれで終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私はね、X インスタグラムやっております。よかったらフォローお願いします。ゲームチャンネル、サブチャンネル、ポンタンチャンネルございます。もしよろしければこちらのチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。